どうして、どうしてこんなことに。何かの間違いだと言ってください、カタリナさん。さあルリアを渡してもらおう。カタリナ、どうして今になって帝国に味方するだなんて。そうだぜ、オイラたちは空の果てを目指して旅をするんじゃなかったのかよ。応じないのならば剣を構えろ、グラン。カタリナさん、教えてください。一体何があったんですか。語るようなことは何もない。ましてやルリアを渡す気がないというのならなおさらだ。だって私たちは一緒に旅をしてたのに、どうして。そうだぜ、ルリアを守るために帝国から逃げてきて、オイラたちと出会って一緒に旅に出て、それなのにいきなり帝国に戻るなんて納得できるわけねえ。くどい、言ったはずだ、語ることはないと。互いに譲る気がないのならあとはもはや剣を交えるのみ。聖少女アレスよ、今一度誓いの剣をここに。カタリナさん、本気なのか。グラン、貴様を相手にもはや手加減は不要だろう。ルリアを渡さないというのは我が剣にて解き伏せる。さあ覚悟してもらうぞ。さあ剣を取れ、グラフ、決着をつけよう。やるしかないみたいだ。カタリナ、どうして。任せてぜ、相棒。行きます。そうだ、遅い。そうだ、やれ。そうだ、剣術する。少し本気を出せ。そんな、まだ、もらった、もらった、もらった、そんな、もらった、隙だらけだ、もらった、そんな、やっ、負けた、そんな、やっ、もらった、そんな、我が剣、今こそ、せーやっ、テンポ、一撃で、うま、やっ、覚悟、これが我が騎士の強者。せあ、共に行こう。アレス、グー、終わりだ、ビジョンディバイン。ドラン、そこは切るか。ジェー、すごい威力だ。フィニッシュ。クエストクリア。あ、危なかったか。